えー、こんにちは黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えー、聞くだけでジャズがうまくなるシリーズでですね、まあ、ちょっと、えー、リクエストもあったので、えー、オレオという曲をやっていきたいと思います、えーと。まずですね、内容としてはですね、循環曲、リズムチェンジという曲があるんですね。これってどういうことなのかみたいな感じですね、えー。ジャズのミュージシャンはですね、ブルースと循環というこの唯二つはですね、ブルースやるよ、キー F ね、ワン、ツー、スリー、フォーって言ったら、 全然譜面を渡されないででも演奏ができる、えー、循環曲の場合はキーも言わずに循環やるからワン・ツー・スリー・フォーってやるともう演奏が勝手に始まります。これはもうベーシストもピアニストもみんなできますね。だからサックスでもピアノでも、えー、誰かメロディーを弾ける人がお循環やるよって言ったらその循環曲そしてブルースやるって言ったらブルースっていう曲をやることができるんですね。その循環曲っていうのは一体どういうことかっていうお話ですね。そしてててコントトラファクト替え歌っっいいううのは何かっていう 話ですね替え歌替え歌ってミュージシャンはたくさん使うんですがこれをコントラファクトと言いますこれについてお話ししますあとは AABA 構成の展開の仕方ですねテンポが比較的循環の曲は速いので速い AABA の曲の時の、えー、構成の仕方を、えー、マイルスの演奏から学びますというわけで、えー、やっていきたいと思います はい、まず循環曲ですね。リズムチェンジとは何かというと、これはですね、ガーシュインの、えー、ジョージ・ガーシュイン、これちょっと見えないですね。ジョージ・ガーシュインのアイガッタリズム。ジョージ・ガーシュインさんはですね、著作権が切れてるんでこういう出せるんですが、えー、オレオの譜面は出せません。申し訳ないですが、えー、リズムの譜面だけはドラムの時に出そうと思いますけど、えー、この,このでメロディーですね、これですね、アイガッタリズムのコード進行を使って、えー、この アイガッタリズムっていうのはこのリズムのチェンジなんですね。だから昔リズムチェンジあるよって言われたから僕テンポを変えなきゃいけないのかなとか、えっ、ー、と、チーチキチーチキからラテンに変えてタンタカタンタカとかなんか変えなきゃいけないのかなと思って、えー、リズムチェンジだ、ね、リズムチェンジねって言われたら、えー、どういうことなんだろうみたいな、どんどんリズムチェンジしていく曲なのかなと思ったら、アイガッタリズムのチェンジっていうのはコード進行のことを英語でチェンジと言います。えー、なので、アイガッタリズムのここに書いてあるこのコード進行を使って、A, A、A、B、A、この 最後のね相方ディズニはちょっと最後だけ長くなってるんですけどこれはまあ省略して今、まあのあのここと同じ形でいきます。 AABA という楽曲進行のアイガタリズムのコード進行を使った曲で、対、え、外、ー、B フラットで演奏します。たまーにあるんです C の循環だったりとかすることがありますね。えー、Little Peace in C for You というですね、えー、ミシェル・ペトロルチアーニの曲はキーが C の循環なんですが、えー、それを昔一時期よく流行ってよくやりましたけど、基本は循環やるよって言ったらキーも B フラットになります。キーに関しては何かっていうと、まあ、あの、えー、と、まあカラオケでいうところのキーと 一緒なんですけど、そこに関してはあの別動画がありますので下にリンク貼っときますのでそちらの方ご参照ください。はいそれではですねコントラファクトとは何かということですねコントラファクトというのはですね結局こう曲というのはジャズの曲っていうのはメロディーが出ていくるのはこことここだけなんですよ。 であとずっとこうベバラバラババってソロをなんいろんな人がやっていくわけなんでということは、えー、メロディーっていうのは例えばこれほんと30分ぐらい演奏したとしてもメロディーが出てくるのは実際30秒ぐらいなんですよテンポ速かったらねテンポ速かったら30秒のために、えー、この著作権は全部これ、えー、2回1回でもメロディーを使うと著作権がかかってしまうので、えー、著作権を 支払いいたくないからコントラファクトって言って、コード進行だけ一緒にして、ここのメロディーを自分たちで作り直してしまえば、そしたら結局やってること一緒じゃんっていうことで、そしたら著作権払わなくて済むよねって話ですね。著作権っていうのは、レコードとか CD をプレスした枚数だけ払わなきゃいけないので、売れる売れないは別にして先に払わなきゃいけないんですよ。そうするとこれ結構莫大な金額になるわけですね。大きなあのレーベルだとね。チャーリー・パーカーがですね、ココという曲を作ってるんですけど、録音してるときに、えー、まああの、 オッケーテイクにならなかったテイクで残ってるんですけどパーカーがですねあの個々のメロディーを吹いてからアドリブのところでここで1回ですねシェロキーのメロディーを吹いちゃうんですね。 そうすると、プロデューサーが入ってきて、まあ、止めてるっていうシーンがあるんですね。要は、著作権、そこ、それでもし、えー、メロディー使ってるっていうことになって、えー、精査されてしまうと、これ著作権を払わなきゃいけなくなってしまうんで、そのメロディーは使わないでくれっていう風に言ってる、えー、録画が残ってます。というわけでですね、明らかに意図的に著作権を払いたくないから作ってます。なので、コントラファクトっていうのは、えー、こう、たくさんあるんですね。だから、コード進行には著作権がかからないということで、コード進行とリズムのパターンには著作権がかからないんですよ。これは非常に 非常に、えー、ドラマーとしては嬉しい限りなんですけど、えー、というわけで有名な循環コントラファクトっていうのがアンソロポロジーとかオレオとかリズマニングですねムスザムジもよくやりますし、えー、コットンテールですねこれリュクエリンダの曲です。この辺の辺曲が、えー、よく えとセッションなんかでやられる、えー、循環コントラルファクトだと思います。なので、えー、循環やるよって言ったら誰かがどれかのメロディーを弾きます。だから、えー、正直、最初のテーマとこっちの後のテーマが、えー、違うメロディーになることもあったりしますし、えー、と演奏中にこの,この辺りの曲の引用をすることがよくあるんですね。そうすると、あこういろんな循環の曲知ってるんだな、みたいな感じでですね。で、まあ、うくなってきて、プロになってくると逆にそういうのにあやらなくなります。その知ってて当たり前だから、みたいな感じですね。だから、こう、段階によって、 その、えー、やるることがが全然変わってくるんですが、えー、初心者から、えー、中級者ぐらいに行く時はこれ全部覚えてですねこれのこう引用なんかをちょっとさらっと出したりとかするとあ結構この人いろろなことしてうまいなと思われたりするんですけど、えー、中級者上級者くらいになってきてもうプロになってきてしまうとこういう曲はあえてもう使わないということですねという形で勉強していっていただけるといいかなと思います。 はいそれでは AABA 曲の展開なんですがこれ a b a 曲でテンポの速い曲の時に僕がよく使うんですけどこの展開の仕方をマイルスの「リラクシン」と「アトザ・ブラック・ホーク」っていうあのライブのアルバムのですねこちらの方で学びたいと思いますねで、えー、リラクシンの場合はですねテーマのここの A と A の部分はですねマイルスが勝手に A を始めてですね タッタ,ダータッタラーって歌い始めてですねこの A2 のところでですねえっ、ー、と、えー、もう一人の缶が入ってくるわけなんですねこれ取れんかなで B のところになってくるとこうピアノがアドリブをするんですがその時にはドラムがブラシで入ってきます A3 の時にまたメロディを2人が吹いてるんですが、タッツッターン、チャン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 という決めをやってます。これの、えー、細かいところは、えー、明日の、えー、ドラムセットでの叩き方、えー、実際に、えー、叩くやり方なんかを紹介してみたいと思いますので、そちらの方を、えー、ご参照ください。えー、というわけで、えーと、明日ってリアルタイムで見てない人はですね、多分概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方を見ていただければと思います。でこう ずずっっととそれを繰り返していくわけですねでずっとでアドリブの時もここの A と A2 はもう、えー、とベースとアドリブの人が2人でずっとやっててで B になってきたら必ずドラムが入ってきて A3 のところでは抜けてチャン タタタタタン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 とタいうことを毎回毎回回やりますで、えー、マイルスのソロが終わった時に、えー、次コルトレーンのソロが入る時にここの A3 のところでロールがドーって入ってコルトレーンのソロの頭のところからは、えー、スティックでシンバルレガートをするという、えー、ここでグッと盛り上げるわけですねそうすると、えー、最初のテーマがあってマイルスのソロがこ,うこんな感じにこう。 薄い感じになって、きめがあってこう展開してて、その後こうだんだん盛り上がって、温まってきたところでコルトレーンが爆発するということですね。 マイスはどちらかというとスペースを空けて演奏するので裏側でカシャ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 こうなんかこう決めをやってることが結構こう決めっていうかこういうフォーマットを作ってることが多くてでコルトレーンはもうずーっと埋め尽くしていくのでみんなでこうアクセルかけてこうなんかいろんなあのなんていうんですかねえこうコンピングをやりまくるという形になっててでまああとピアノソロに行ってからまたテーマに戻るテーマに戻った時はドラマ抜けるという形なんですがこういった展開をしてます。なののでえテンポの速い ABA た 別に循環じゃない曲でもこういうのありですねサビのとこだけブラシ入ってきて次の人のソロまでずっとそれを繰り返すなんていうのはありかなと思います。あとザ・ブラック・フォークの場合はですね こ,マイナスこの辺、だからこリラックシーのあたりからこうずっと慣れてきて、で、この後、このブラックホークのあたりから、これコルトレンが入ってるえライブアルバムでも、これなかなかねこれ見つけれないんで、ブラックホークであの説明しますけど、この,このやり方に変わってきてます。だから多分マイナス的にはこ、これやろうぜみたいな感じになってると思うんです。多分指示があるわけじゃないんだろうけど、きっとこうやってるうちにだんだんこうやって固まってきたみたいな形だと思うんですね。みんながやってるという形で。 で、この、ブラックホークの時はですね、これもドラムの解説のときありますが、えっと、ハイハットをチッコッコ、チッコッコ、キ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 ッココ、キッずっと3拍子で踏むわけですね。で、ここの A2 のところまで終わったところで、ワン、ツー、ス2ー、フォー、ワン、ツー、スー、フォーにハイハットを切り替えて、B のところで、B のところで、ここで、そのスイングさせて、こう、ブラシでこう、スイングさせてやっていくわけですね。で、A3 のところは同じ気ムかっ この「かつつかつつ」がベースはワンツースリーフォーワンツースーフォーってやってるとこでドラマカッ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 カーカッ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 カでカッ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 カてカッ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 ッカ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 カッ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  ガン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 であ、あ、ストップしてみたいな。で、またこう、カカカカカカっていくんですね。えー、っとね、確かね、えー、っと、ブラックホークの時にはですね、サックスハンコンフブレーかなえー、言ってるんですけど、この2回目のカッツッツッカッツッツ,ツの時に、ゴーって言ってるんですね。だからこう。 こうってパワーを貯めていく感じ、この感じをすごいやってるわけですね。ふんでこうガーってこもっていく。それをずっとずっとこう繰り返してこう子供の遊びみたいな滑り台みたいな何回も何回も前ですの後ろでこうずっとやって,ってるんですけど、で次のえサックスソロの時には、えー、これは っドカーンっていう風にやって、こうその加速したスイングをして、で長い間サックスが暴れた後にピアノソロを、まあ、少しやってからで、またテーマに戻るということなんですねで。テーマのところに関しては、まあ、よくやるパターンはドラムが抜けてしまうか、まあ、ユニゾンにするか、えー、軽くブラシに残るかって、いろんな方法があると思うんですが、その、えー、実例自体はまた、えー、ドラムセットでの俺を解説の時にやりたいと思います。 マイルスはです、ね、こう受け渡しのと、ねこ,えー、こうサックスとの受け渡しの時にですに、ね、普通だったらこのコーラスの頭で受けと渡すじゃないですか。でマイルスは、ね、ここでいで、ねえー、き,きなり A の音をバーってこう伸ばし始めるんですよ。伸ばし始めるとです、ね、まあ、ここではやってないんですけどコルトエンがやってる時とか A2 の時にコルトエンがその音にハモってくるんでですすねで B のとこでサックスソロするんですね。 で、えーとね、またこう、まあ、A の音2人でビャーって伸ばしてで次に頭にこうドーンって行くっていうことですねそうするとこうあここまでトランペットソロここまでサックスソロじゃなくてなんかトランペットソロとサックスソロのこの色がちょうどこう混ざった色があってで、サックスソロにパチッと切り替わるみたいなねそういう,こう展開の仕方をしております。 非常に頭がいいと思いますねだからマイルスついついマイルスを僕紹介してしまうんですけど他の人ってねソロの内容とかですごくこう解説する形なんですけどこう大きなねドラマーから見て大きなこう ムーブメントというかこうするとなんか音楽のサウンドがひ広がるとかこういうすると展開が大きくなるみたいなところのこうヘッドアレンジ的なものがやっぱりマイナスすごくうまくて、えー、それを多分ね譜面化してないと思うんですけどこういうところ辺へんで覚えておくとそうするともうこれ聞くだけでねほらあのー、多分こう知らなかった人はあこう じゃあ次から循環はすごいいろいろ試せるんじゃないかなっていうふうに思えると思います。というわけでですね、a b a の展開のこのやり方っていうのを知っていただいてですね、この、あこうやってやってんだなっていうのはこう、別にドラマーじゃなくても、えー、ギターの人でも、いろんな人でも、えー、ただのリスナーでも、あこういうふうにやってんだ、面白いなっていうふうに思っていただけると思うんで、えー、概要欄の方のリンクで、えー、この曲を実際こうやって聴いていただくと、聴き比べていただくと、あなるほど、こうやってやってるんだ。えー、その他俺を、オレいろんな人がいろんなことやってます。なので、いろんな人を見てもらうと、あこうやって こうやって工夫して自分たちの表現方法をやってるんだなっていうところを、えー、理解していただけるかなと思いますので、えー、ぜひ、えー、徹底的にこのオレを、えー、聞いていただきたいなと思います非常にかっこいい曲なのでこう聞き方的なものとかね、えー、そういう,こう展開の仕方ミュージシャンとしては展開の仕方ですねこれはピアニストも、えー、ベーシストも、えー、ドラマーも、えー、これはよく知ってるこの手法なのでこれはぜひ覚えておいてくださいというわけでですね、えー 聞くだけでジャズが上手くなるお礼を解説でございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。